ケミリオンズチャンネルをご視聴の皆様、お久しぶりです。Qチャンネルのサブです。マーです。よろしくお願いします。お願いします。今回我々がここに出ている理由はこれだ。最強オズがバトルカルタ。カルタ。はい、こちらなんと最強オズがのバトルカルタ。10月の21日発売のものでございます。まだ発売前。おお。学研様からなんとやってみてくださいということで送っていただきました。ありがとうございます。すいません。嬉しいな。発売前の商品が手に入ったの？こんなんやらせてもらっちゃってよろしいんですかね。怖い怖い。責任がすごい大きい。でいろいろ細かいことを詳細聞いております。家族友達ともできるから。6人までできんのかな。まあなんせ読み方だよ。そうだね、読み方が大事でしょこれ。抑揚つけてこう読んでみたりとかね、ちょっとふざけた言葉をでこう言ってみたりとかね。足しちゃダメだろ。読み札にお前自分の言葉足しちゃダメだよ。でその読み方によって、やはり難易度が変わりますと、いうことです。だ例えばだけど開けるとね、こういっぱい書いてあるんですよ、こういう風に。おー、カードがね超いっぱいあるんですが、まあ、例えば白菜花咲きの、日本頭脳を突き出して戦う白菜。なるほどなるほど、これが読み札なんですね。そうだから花咲きのでバーン行く猛者もいるかもしれない。なるほどなるほど。例えばね、花咲きの日本頭脳を突き出して戦う白菜。いやだからでもそれってさ、花咲きでもう分かっちゃう、もう分かっちゃうんでね。もう覚えちゃったらなんか花、まあ、咲きのそんな面白いのはカルタって一番最初の字なんだよ。花咲きだったらもう葉っていうのがさ、この取る側のカードになるんだけど、そうだよ。これに関しては、最後のその白菜の死、動物の名前が出てこないと、取れない感じになってる。あ、そう。もうそもそも、この能力とか特徴を知ってる子は早いんで。百人種に近いな。あ、近いのかもしれないな。だって、もうこの特徴の方を頭に入れとかないと取れないかもしれない。そうそうそう。で、もっと面白いのが、バトルモードっていうのと、カルタモードっていう、なんと2種類。で、バトルモードっていうのが、2人でできるの。読み上げる人誰っていう話になるんだ。確かに確かに。2人だよ。これどういうことかっていうと、実はなんとアレクサ機能。アレクサ機能ついてます。やば、おもちゃに。しかも無料で使えます。やべ、どう？新しい。もちろんアレクサで機能を使うと、読み札を読んでくれるんです。ただ読んでくれるんだけど、これ3つなんとモードがあります。ダンディーモード。ダンディーモード。ダンディーモードっていうのはすごい渋い声の男の人が読んでくれる。ああ、あとはヒーロースタンダードモードっていうの。ああ、ちょっとこう活力のある人がこう読む。あ、人が違うの。人が違う。人が違うんだ。人が違う。ダンディーで、しかももう一個あるのが、ヒントの読み上げ付きっていうのがあって、読み札のこの下に書いてあるヒントとかも全部読んでくれるんだけど、まあこのモードが超特徴がある。まあ特徴があるんだよ。ちょっと楽しみだな。ちょっと面白いの。だからその3つのモードをこういろいろこう分けてできると。今回の動画ではバトルモード、2人でやる対戦、これをやっていきたいと思います。へい、じゃあアレクサが出てくるってことだね。アレクサ機能を使ってバトルモードやっていきますから。オッケー。ちょっと普通のカルタではない、そうだね、戦い方になりますよね。見たことないぞ。兄弟で戦ってみたいと思います。はい、それではやっていきたいと思いますよ。まずカードのご紹介です。カードが2種類ありまして、まずこちらですね。これがキャラクターのカードですね。絵札だね。絵札ですね。取り札ってやつだ。取り札。ここにもうわかりやすく、大きく最初の字が、プって書いてあるね。そうだね。そう。とか、へとかね。そう。これでわかりやすくなる。なるほど、なるほど。次が読み札ですね。こんな感じです。なるほど。
白さえ突き出して戦うみたいなね。うんうん。白さえじゃない、逆だ。かなり猛者になると、白さえって行くまでにも取っちゃう、ね。そういうことだよね。そういうこと。特徴で取れるってことでしょ。そう。で、この下にさらにヒントが書いてありますっていうね。より白さえってわかるような特徴が書いてあると。なるほど。で、バトルモードなんですけど、うん、ちょっとね、少しだけルールがありますんで、うんうん、ちょっとご案内します。はい。だ今回バトルモードで、僕らはアレクサを使いますんで、はいはいはい、これをアレクサが呼んでくれると。いうことになってますから。じゃあバトルモードさ、進めていく上でちょっとマーガ呼ぼうか、うん、はいはいはい、二人で陣取りバトルモード OK 自分の選手で敵陣を攻めながら、うん、攻めてくる相手の選手を撃破する、はあはあはあ、陣取り合戦モードっていうのがバトルモードいいねで、まず、うん、自分たち二人は好きな出場選手の絵札を15枚ずつ選べるなるほどまあこの選ぶ枚数は増やしても減らしても OKオッケー、うん、じゃあ今回は15枚でいきましょう15枚でいこうかねでまあ基本的な位置としてはさ対戦する2人はお互い向き合うってこと、うん、ちょっととりあえずね15枚ずつ選んでいこうよーしはいトッピーポッはい来たーはい来たーほーらーはいまあモササウルスはいティラノサウルスお前えなんでお前ティラノサウルスティラノサウルスだいやこういうとこなんだよイエーイなんだよね、こういう、はい、はい、じゃあキングコブラこういうとこから戦い始まってますかお前の好きなキングでもまああんまキングコブラ好きじゃなかった、はい、じゃあ僕キリンメガロドンうわなんか卑怯だななんかさっきから何が卑怯だメガロドンじゃあこれでいきますはいデスストーカーうわーデスストーカーいいなカマキリですスピノサウルスいきますよしアナコンダライオンも選びましたよよしマーに似てるんでカバカバかよアロサウルスはい、はい、行きますスミロドこれ選ぶときに多分自分がより得意な生物を選ぶそう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 いうことそういうことそうエラスモサウルスあー行ったねはい、はい、ブラキオサウルスうわ卑怯だはい来た来た来たオニヤンマくっさいくっさいよクズリーはい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 ホホジロザメなるほどよしよしマウンテンゴリラねやめてやめてメガテリウムケツァルコアトルスシャチうわやられたやったぜえマジかよダンクローステウスああはいはいないなステゴサウルスあー、はい、オッケーアフリカゾウホッキョクグマシロナガスクジラねチーター、はい、アンキロサウルスアンキロコモノオオトカゲなるほどよし決まりましたはいでは準備いたしましたはいこちらが僕の陣地ですねそうだねこの部分がねうんうん、うん、でこっちがマーの陣地とはいはいはいということで、はい、自分の前にある敵陣地のカードを全部なくしたら勝ちと、うん、相手の敵の陣地に自分の選んだ、キャラクターを残せるかってことだねうんそういうことそういうことそう読まれた札で自分のキャラクターを例えばさ取れたとするじゃん、うん、そしたら敵陣地に自分のキャラクターは残したままにできるなるほどその代わり相手の陣地のキャラクター1枚を破壊することができるなるほど例えば僕がティラノサウルスで取れたら、うん、ティラノサウルスを取るんじゃなくて、うん、そう残しといてここの部分から1枚1枚ね破壊できる破壊できると逆に敵のやつを取れたらそれはそのまま捨てることができるそういうことだよねおー OK 簡単だねルールはねよしではヒーロースタンダードモードでアレクサ起動させたいと思うんですけど、うん、はいこれは今回あくまでヒーロースタンダードにするだけでうんダンディーモードとかでも OK でこれ無料でできるんだもんね無料で携帯あればできますからすごいねでは行きましょうかはい読み上げます。威厳みなぎる伝説の一角樹。エラスモテリウム。エラスモテリウム？エラスモテリウム？やばい。え？威厳みなぎる伝説の一角樹。いや、選んでない。選んでない。エラスモテリウム。ありません、ありません。次の札を読みますか。お願いします。上顎に牙を持つ北極圏の大怪獣。セイウチ。
えない背打ち、北極圏の大ちょっと北極熊だと思ったわ。次の札を読みますか。次、尻尾のハンマーで完全武装、アンキロサウルス。おお、はい、あー、くそーやった、くっそ。じゃあ一個捨てますね。アンキロサウルス、あ、マーに似てるって言われたカバー、こいつを捨てます。くっそ、やられた。ケイ、次の札を読みますか。次、体長体重規格外、最大の陸上哺乳類、はい、パラケラテリウム。え、パラケラテリウム、ない、そんなんなくね。ない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 。次じゃない。次の札を読みますか。次、アジア最大の凶暴カブトムシ、はい、コーカサスオオカブト。うわ、ない、しかない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 。アレクサ、次、超高速で泳ぐ一本槍の使い手、はい、バショウカジキ。あー、違う、選ぼうと思った。次の札を読みますか。次、最大級のサメは暴食モンスター、ホホジロザメ。うーわー、きたー、ジロザメ。マジうざいんだけど。次、これで1対1。あ、特攻隊長取られた。体長25メートル、お、首長の竜脚系類、ブラキオサウルス。はーい、そう。だる。はーい。じゃあ取って。メガテリウム破壊します。イエーイ。いいわ。次。地響き起こす史上最大の恐竜、アルゼンチノサウルス。うん、あー、ないね。ないね。ないね。次。超強力な石頭で頭突き攻撃。あー、パキケファロサウルス。はい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 、はい、選ばなかったんだよな。選んでない。次、巨体の背中に装甲板とトゲ、アンペロサウルス。スピノかと思ったよな。スピノかと思った。めっちゃスピノかと思った。マジか。次、見た目は恐竜の怪物トカゲ、コモドオオトカゲ。うわ、くそー、来ました、コモドか。やったぜ。やばい、はい、やばい、シャチ破壊、まずい。イエーイ。次、現代で最も巨大な陸上動物、アフリカゾウ。はい、マジか。マジか。絶対そうだと思った。よし、じゃあブラキオ捨てます。よっしゃ、好きなのばっかり。次の札を読みますか。次、あれ、同点。あ、一枚差か。まだ一枚差。狙った獲物を追い詰める毒針、デスストーカー。はい、くそ、やりました、デスストーカー破壊。狙った獲物を追い詰める。次、古生物界の超人気スター、アノマロカリス。うお、アノマロカリス。あの、あー、アノマロ、アノマロ選んでないっけ。うわー、ないわ、ないわ、ないわ。次、鎧と肩のトゲで防御は完璧、サウロペッタ。お手つき、お手つき、しくじった。一枚破壊します。しくじった。オニヤンマ破壊します。イエーイ。これ完全に防御でしょ、この鎧。アンキロサウルス触んないね。まあ、あのアンキロサウルス。次、ジュラ紀の海の巨大な支配者、プリオサウルス。違う、違うわ。次、白亜紀の海の短い首の首長竜、クロノサウルス。ない、ない。次、恐れ知らずの別名森の悪魔、おクズリ。はい、ガクソ。今さ、今マジでちょっとボッとしてたわ。やったー、やられたよー。もうお前これしかいないよ。クソ、やばいって。ちょっと本当、まあ強いんだけど。全然いないんだけど、もうまあ強い。次、必殺の三本角で肉食恐竜も撃退、トリケラトプス。あー、選んでないじゃん、好きだったのに。うん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 、うわー。次、尻尾にトゲ持つジュラ紀の恐竜、ステゴサウルス。はい、バー、来ました。アナコンダを破壊します。くそー、まあ強いよ、やばいって。次、動物界のスピードスター、チーター。はい、バー、すげえ。
ラスモ。エラスモ破壊。やられた。よし次。強力な握力と爪、現代最強のワシ、扇ワシ。ワシはない。扇ワシな。なるほど。次。剛腕で鳴らす胸のドラム、マウンド。はい。くそ。海中の獲物を細長い首で探す、エラスモサウルス。あ、破壊したわ。そうそう、破壊した、破壊した。次。横幅 3.5m、 おビッグな枝角、大角鹿。鹿かぁ。次。南米で敵なしの巨大肉食恐竜、おギガノトサウルス。うわそれか。次。現代の地上で最大の肉食獣、おホッキョクグマ。はい。よっしゃ、スミロドン破壊します。最大の肉食獣。次。世界一の毒でギネスに認定、クロドクシモグモ。あー、なんだよなんだ。違う。違うんかい。次。地球史上で最大の動物、シロナガスクジラ。はい。はい、来ました。いや、もう自分の選んだやつも覚えてない。くっそー、全然やばい。来たあと4回です。全然違う、全然違う。次。ジュラ紀最大級、超大型肉食恐竜、サウロファガナクス。なんだ、なんじゃ。いや、マジ。サウロファガナクス。サウロファガナクス。パナッポ、パナサカス。次。アカサカサカス。凶暴な顔と顎を持つ巨大魚、ダンクルオステウス。はい。来ました。アフリカゾウ破壊。くっそ、分かってたんだけどね。やったぜ。来た来た来た。マンみたいな顔してた。ふざけんな。次。あー、負けねえぞ。ジュラ紀の超人気の肉食竜、アロサウルス。あー、マジか。マジか。マジか、来た。うわー、ミスった。やったぜ。マジか、マジか、マジか。次。王の名を持つ毒蛇の代表、キングサーレイ。わかったよ。へいへいへい、勝ったよ。へい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 。よし。ほらこれ。次。白亜紀の空の超巨大翼竜、ケサル。はい。はい。カマキリ破壊。だるいわ。もう今2対。次の札を読みますか。2対1。11。次。面白い顔だが、実は水辺の猛獣、えカバ。おー。カバ捨てたぜ、最初に。一番最初に捨ててやったぜ。面白い顔。面白い顔はちょっとディスってるだろ。次。圧倒的体格のサメ界の伝説、メガロド。はい、かっ。はい。今同時だったよ。まあ、キリンを破壊。やばい。だよ、みんな見て。終わっちゃうよ。佐藤あと1体だから。やばい。次。でもね、大好きなティラノサウルスなんだよ。に君臨する百獣の王、ライオン。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。うわ、え、ライオンあったの。そして最後、ティラノサウルスを破壊します。ダーン。いやー、バーの勝ち。負けたー。はい、ということでバトルモードやらせていただきましたが、はい、バーの勝利。イエーイ、圧勝。11体残しました。全
然負けましたね。いやこれ面白いな。面白い。キャラクターの特徴なんかをやっぱ覚えてる子はめっちゃ早いと思う。ほんと知らないとね、うん、こう似たような特徴を言ってくるから、そうそうそう、なかなか難しい。難しい。あの、お手つきしちゃう感じ。そう。これバトルモード別にさ、2人じゃなくてもよくない？まあだから読み札をする人もいてもいいと思うし、いやそうだし、三つどもえの戦いでもいけない？それでもいける。全然いけるでしょ。アレクサ使えば多分ね、2人じゃなくても全然いける。全然いける。いけちゃう。対戦できるね。いやーこれは面白かったな。面白かったですよ。バトルモードいいね。それでは次回カルタモードで兄弟対決。よし、絶対負けんで。バイ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 お楽しみに。